えーまあ、どの時間に見ていただいても、ねえーまあ、楽しめる動画とはなっていますけどね、はいえー、本日の詰将棋は31手詰めということでめちゃくちゃ多いですね、えー、ただあのミクロコスモスという詰将棋ご存知でしょうかこれ 100, 手、ねえー、100手以上のところじゃないですね1000手以上なんですけども、えー、これどうやって作ったんでしょうか、えー、ミクロコスモスという作品があるんですけどもはや作品ですよね。 えー、詰将棋はね。まあ作品とこう読んでいるま方っていうのは結構多いんですけどもまあ、ミクロコスモスを超えるような作品っていうのは、まあなかなかちょっと見て取れないんじゃないかなと思います。まあ、手数がねえー、多ければね、えー、いい作品かって言われたら、まあそう。じゃ決してそうではないんですけども。も、えー、手数が少なくてもね、えー、結構いい作品っていうのはこうあったりします。えー、まあ、ミクロコスモスっていうのはね。プロ棋士ではなくて、まあ将棋をこう。 楽しんでいる、まあ、一般人がこう作った詰、えー、将棋なんですけど、まあ、よく作れたなとね、えー、今更ながらで、ね、思、えー、ってしまう次第ですね。えー、ミクロコスモスは、ね、解説書とか、ね、a 愛じゃなきゃ多分解けないんじゃないかなと思います。はいえー、ということで、ねえー、本日は31手詰めとかなり多いんですけども頑張って解いていただければなと思います。 えー、今回の詰め将棋の位置なんですけどだいぶ特徴的ですね、えー、玉型見ていただければ一番そうなんじゃないかなと思いますのでで、えー、では今後の配置を読んでいきます、えー、玉型11金22、えー、銀、えー、31角32玉33飛車、えー、42銀51金です攻め方14銀、えー、34金35飛車そして、えー、54銀そして持ち駒角と金が1枚ずつありますね 角、えー、がね持ち駒に出てくるというちょっと面白い詰将棋にはなってますけども角、えー、はどこで使うんでしょうかね是非、えー、考えてみていただければなと思いますそれで1分間スタートします 解説の方をさせていいいたただきたいと思います、えー、当然31手詰めなんでね動画自体がかなり長くなってしまうというのはね致、えー、し方ないということではあるかなと思うんですけども、えーまあ、動画時間が、ね、長くなりすぎないように、えーまあ、頑張っていくということでね えー、解説のところは1回とさせていただければと思います。えーまあ、ここ最近は1回というのが多いんですけど、まあ、これは動画時間の,です、ねえーまああの短くするところですよね、まあ、長くすれば、ね、ちょっと視聴者の方がちょっと離れていってしまうんじゃないかなというね。 ちょっとしたそういったところはね、あるかと思いますので、ね、そういったところは修正していきたいなと思います。まあ、動画をね、投稿を始めて1年、まあ、約経つんですけども、まだ、ね、動画には全然慣れてません、ねえー。慣れるはずがないですね。えー、慣れないものは、いつまでたっても慣れない。まあ、こんなね、尋常があるんじゃないかなと思うんですけどね。尋常っていうのかな。はい、はい、では、やっていきたいと思います。ちょっと前振りが長すぎますね。はい。 はい、えー、まずは3三金と出る手ですね。えー、これで飛車を取ります。えー、後ろに金が控えているのでね、えー、まあこれを生かした手にということになるんでしょうか。えー、これ同銀で取ってはいけません。このね、えー、両端にいる金がおっかないですね、これね。えー、なんで王様は2一銀と逃げるのが、えー、まあ一応 AI の判断では良かったということで、そしてこれで3 2金とね、 はい、えー。何も取る手段がないですね。これはもう1、1、1、2、6しかありません。はい、えー。実際にはこれ7手で詰ませることはできるんですけども、ただそれだと駒が1つ余ってしまうんで、それはあかんという,ということで、続、え、き、ー、がないんですけども、2、3角打ちですね。はい、えー。ここからは私が考えていった手なんですけどね。まあもしね、えー なんか違うところがあればコメント欄で書いていただければと思うんですけども、23、えー、角打ち、そして同玉。えー、同玉ではないですね、えー。同銀ですね。そんなはずないですね。はい。えー、同銀。そして13飛車打ち。今銀が出たことによって、ここに飛車が打てると。で、まあこれは同角ですね。はい。えー、まあどう考えても同角しかないんで、これ同角で取ります。はい。えー、ここまで大丈夫でしょうか。で、これは同銀なりですね。 これ結構ね、えー、まあ、プロの方も、まあ、やりがちな一手だと思います。壊せてるように思えるんですけど、まあ、これが狙いですね。はい。でも、これ、取るしかないんですよ。はい。取るしかないんですね。で、えー、1号15飛車と出ます。はい、えー。これ、まあ、大体防げますね。えー、この後ろに下がってもね、えー、どうにもならないです。積、え、み、ー、は積みなんで、 えー、防ぐしかないので、えー、これは1四銀打ちなんかでこうね、えー、防いであげましょう。で、えー、まあ3一角ということで、えー、ここですね。はい。えー、なんでこう2一角だダメなのかっていうことなんですけど、金で取られてしまいますね。そうするとすみません。えー、なので、えー、この手ですね。で、まあ結局3一角打ちといって、まあ2一金とこう防ぐのが、まあ普通常ですね。 まあ、なんかのまでね、抑えてもいいとは思います。けども、えー、まあ、21金と出るのが、まあ、より自然な一手なんじゃないかなと思います。で、えー、まあ、これに対しましてなんですけども、えー、22金とね、えー、出るんですけども、これは、あれですね。あ、間違えました。これ違いますね。えー、っと、えー、14、おーっと、22、 2、2、金と出まして、そうですね。これ2、3、金ですね。失礼しました。2、3、金で、これで、えー、出ますね。えー、まあ、金がね、2枚あるからっていうことで、この手が出るんですけどね。はい。えー、これ、同金で取るとですね、えー、ここに飛車もいますからね。えー、ちょっともきついです。えー、っと、これは、はい。同玉ですね。えー、同玉で取って、 まあ逃げることをこ選択するということですね。まあ周りが囲んでるからということなんですけども。えー、そして22角成と。はい、22角成。22角成。えー、34玉。えー、34玉。ね、えー、そして45金打ちと。 えー、4五金打ち。ここですね。これ結構いい手です。えー、4五金打ち。そして、えー、2四玉。ここしかないですね。はい。えー、そして 2, 3,、2三馬。下げます。えー、2三馬と。んと、2三馬でいいのか。これで。えー、2三馬で大丈夫ですね。はい。えー、そして、 で、はいえー、これ同金ですね同金、これだってんのかえ2434玉459124玉えっと23馬でまあ同金、あこれで大丈夫ですねはい で、あ今気づいたんですけど、これで積みですね。はい。31手詰めじゃなかったです。え、まあ、どういうことかということなんですけど、これ、打てば終わりですね。あ、失礼しました。これでは積まないか。これだと積まないんで、えっ、ー、と、うーんと、3、4局とこう出るか。3、4局と出たらこれじゃあまないんで、えっ、ー、と、こうですね。 え、こう出まして、これ24玉とこう逃げるのがまあ自然なんですけども。はいえー、え、二2角なりえ、まあ34玉え4、え、45、45金打ちですね。で、ここにあったんで4、45金打ちえ2、4え2、24玉、え、23馬。 2三馬。あ、違いますね。これ2二、二三馬じゃないですね。3三馬ですね。はい。失礼しました。これ3三馬じゃないとすみませんね。大変失礼しました。3三馬。えー、これでね、えー、ここに飛車を、曲が来ることを防ぐということなんですけども、えー、こうするとね、王様こっち動けませんね。飛車が効いてます。取れませんので、これ1三玉と引くしかないんです。えー、まあ、金もいますからね。これ引くしかなくて、 で、これは、取ります。はい、えー、どう、取りますじゃないですね。えー、25銀打ちかなえ14、そうですね、これ14飛車とこう取りますね。14飛車と取りまして、えー、これ同玉ですね。えー、同玉、えー、15銀打ち、ち13玉引き、そして14銀打ちとこう2枚銀並べます。そして12玉、 はい、もう見えましたね。えー、まあ、ここまで来れば大丈夫ですね。で、最後、こう、2、3、馬と寄りまして、えー、1、1玉、えー、2、2、金寄せて、はい、終了ということで、えー、無事31手で積ませることができました。ということで、だいぶ長いですね。はい、ということで、えー、本日の詰すすめ将棋はいかがだったでしょうか。えー、まあ、私が作った中ではね、えー、どうなのかはね、評価はわかりませんけどね。 はい、ということで、ね、まあ、無事済ませることができました。えー、何かね、えー、ま、意見があればコメント欄で打っていただければなと思います。まあ、AI にもね、ちょっと限界があるようでございまして、えー、ま、途中から自分で解かなければならないというね、まあ、最後、オチンが待ってました。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました <music>